東京住みます芸人が行くクリスマスに行きたい絶景イルミネーション。クリスマスに行きたい絶景イルミネーション、いやいや。さあということで、まもなくクリスマスということでですね、はい、こちら読売ランドさんに来ました。やったやったやった。いいですね、これは。ちょっと、ちょっと2人間、コンビで新しい衣装にしたってことですか。いや、何これザコさん、クリスマスといえばカップル、カップルといったらペアルック、ペアルックといったら僕ら、やってんじゃないよ。え、なんかガチでたまたま、ガチでびっくりしましたよ。待ち合わせた瞬間にお互いあっって言っちゃいました。どこのこれ、あの普通にアウトレットで買った。アウトレット、あ、じゃあ違うか、メーカーは違うみたいな。でも作りほぼ一緒で、めっちゃそっくり。奇跡、メーカー違うんです。これグーですから。あ、もう、あのでっかい。いや、GU だよ。え、GU。 いや、ごまか。早くもゆったり感が揉めてます。知ってるわ。ただまあ、このイルミネーション、読売ランドさんでございますから、いや、すごいですよ。ちょっと今から行きたいと思いますので、見に行きましょう。カップル、そして、イルミネーション見たい方、必見でございます。さあ、行きたいと思います。はい、で、このおっさん3人やね。10月20日から開催されている宝石色のイルミネーションが輝くジュエルミネーション。なんと、2023年の4月9日まで開催予定です。見てください。入場ゲートに入る前からすでに綺麗になっちゃってます。入場ゲートを入るとこんな感じ。階段や木々まで素敵なイルミネーションに包まれてます。何か中村が一生懸命説明してますよ。ここで一つお知らせです。カメラのバイクがぶっ壊れて音が取れてなかったので、ここから先はすべて私ザコのナレーションでお送りします。遊園地の定番といえばメリーゴーランド。こちらも綺麗なイルミネーションで飾られていますが、読売ランドのメリーゴーランドは一味違います。さて、ここで問題です。普通の遊園地のメリーゴーランドと一体どこが違うのでしょうか。お答えください。中の乗り物にご注目。3、2、1。正解はこちら。なんとメリーゴーランドでお馬さんだけではなくランドドッグにも乗れちゃうでした。正面から見るとこんな感じ。馬車と小さなランドドッグは予想外の動きをするらしいですよ。続いて向かった先は大観覧車。標高160メートルの高さから眺める景色は絶景。天気のいい日には富士山や都心の高層ビルまで一望できます。観覧車の中から見たイルミネーションはこんな感じ。読売ランド全体がイルミネーションで照らされワクワクしちゃいますね。ここで中村がザコとバモンに家族にまつわるエピソードを話してくれました。さて、ここで問題です。中村のエピソードトークは一体どんなトークだったでしょうか。お考えください。ヒントは子供を小学校に迎えに行った時の話です。5、4、3、2、1。正解はこちら。自分の娘に知らないおじさんと言われ娘の友達に防犯ブザーを鳴らされたでした。声をかけただけなのに知らないおじさんと言われるなんてかわいそすぎるぜ。続いて向かった先はクロッシングサファイアパサージュ。サファイアの色でトンネルを飾り付けることで幻想的な空間に早変わり、癒しあふれるスポットになってます。綺麗なイルミネーションを見ながらザコがゆったり感の2人に近所の銭湯に行った時のエピソードを話しました。さて、ここで問題です。近所の銭湯で他のお客さんにザコは何と言われたでしょうか。お考えください。ヒントは最近私ザコ全身脱毛してそれを見て言った一言です。5、4、3、2、1。正解は全身に毛がなくてドラゴンボールのフリーザみたいと言われたでした。
7歳の息子がドラゴンボールのフリーザを知らなくて、パパは凍ってるの？と言われてしまいました。とほほー。クロッシングサファイアパサージュを抜けて少し歩くと、奥に大きなイルミネーションが見えてきました。ジャイアントスカイリバーをイルミネーションで装飾し、その名もジュエリータワー。高さ25メートルもある光のタワーは、幸せを運ぶ夜の虹にちなんで7色にライトアップされています。さらに進むと、ピアノの鍵盤をモチーフとしたメロディーロードが出てきました。鍵盤をモチーフとしたイルミネーションで、ピアノの美しいメロディーが皆様を迎えてくれます。さらに進むと、噴水が見えてきました。噴水に並ぶイルミネーションスポット、ラッキークローバー。四つ葉のクローバーの葉っぱには、1枚目は希望、2枚目は誠実、3枚目は愛、そして4枚目には幸運の意味があります。そんなイルミネーションを見ながら、バモン君が最近あったピンチエピソードを話してくれました。さて、ここで問題です。江戸津崎バモン君はどんなピンチに見舞われたのでしょうか。お考えください。ヒントは、電車に衣装のスーツを忘れてしまい、さらに次の日電車で別のトラブルが起きたです。5、4、3、2、1。正解は、寝過ごして終点まで行ってしまい、2日にわたってスーツと自分が車内に置き去りになったでした。終点で降りたバモン君は、空気がとても美味しいと感じたそうです。今回は観覧車以外のアトラクションは乗っておりませんが、絶叫系からお子様向けまで40種類以上の幅広いアトラクションをよみうりランドでは楽しむことができます。宝石色のイルミネーションが輝くジュエルミネーション、皆さんもぜひよみうりランドに足を運んでみてください。